ミチルさんは相当な怖がりだと聞きました。女子ならではの怖がりエピソードを聞かせてください。怖いといえばやっぱ夜ですね。夜が暗いの怖いですね。普通に自分の部屋の中とかもちょっと暗いの怖いんですけど、一番はやっぱ見えちゃいけないものが見えちゃったらどうしようとかって言ってビビってます。見えたことなんてないのになんか見ちゃったらどうしようって未だに思いますね。あと昔バトルロワイヤルっていう、怖い映画見てその後ちょっと用事があって夜だったんですけど外出なきゃいけなくて、で歩いてる時もう怖くて怖くて、バトルロワイヤルの世界にまだ自分いちゃってて、でどっかからボウガンで狙われてるんじゃないかとか思って背中固くしながらキョロ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 して恐る恐る歩いてました。怖い映画とか見た後完全に影響されますねとか結構そう、夜だったりその怖い系の映画とかの後だったりは無駄にビビります。女子でもエッチな夢を見たりしますか？今でも覚えているエッチな夢を具体的に教えてください。エッチな夢見るんですよ。たまに結構見れて、見れるとラッキーって思うんですけど、私は怖い夢の方を見るんですけど、たまにラッキーで、もう、がっつり、スキッて夢見たりするんですよね。しかもそれがまた、こう、なんかね、ラッキーだなって思うのは、俳優さんとかっていう相手の時もあるし、親戚のお兄さんの時もあったんですけど、結構悪くない夢が多いです。なんか、なんて言うんでしょう、怖いとか、悔しいとか、切ないとか、そういう気持ちを伴わない、なんか爽快な夢のことが多くって、欲求不満だとそういう夢見るとか聞いたことありますけど、なんか見れたらラッキーだなって感じです。そういう夢見た後は 120% 濡れてます。朝から。なんか連動してるみたい。夢の中の出来事とはいえ、現実に体が反応してるようです。私の場合は。はい。